トーマステイパーテイはガーナオドゥマセクロボ出身のサッカー選手。アーセナル FC 所属。ガーナ代表。ポジションはミッドフィールダー。ユニフォームの背中に入るネームはファーストネームであるトーマス表記。日本では性をパーテイのほか、パーティー、パルテイなどと表記されることがある。オドゥマセクロボに生まれ、もともとは地元のオドメター FC のユースに所属していた。 2011年にアトレティコマドリードの下部組織に移籍。翌2012年にはアトレティコマドリード B に移籍。2013年3月10日のレアルソシエダとのホーム戦で初めてアトレティコマドリードのトップチームに招集された。しかし、この試合で彼は起用されることなかった。マジョルカ2013年7月12日にセグンダディビションへの降格が決定したマジョルカにレンタル移籍。 8月18日、CE サバデルとのアウェー戦で初出場した。9月15日、エルクレス CF 戦で初得点を記録した。2013から14シーズンはリーグ37試合出場し、5得点を記録した。アルメリア2014年7月27日には、プリメーラディビシオンの UD アルメリアにレンタル移籍。8月23日、 r c d エスパニオールとのホーム戦で、ラリーが初出場をした。2015年4月11日、グラナダ CF とのホーム戦で、ラリーが初得点を記録した。アトレティコでのトーマスアトレティコに復帰後、2015年11月28日に行われたエスパニオールとのホーム戦で、ルシアーノ・ビエットに代わって入り、トップチームでの初出場を果たした。2016年1月2日、 レバンテ UD 戦でアトレティコ・マドリードでの初得点を決めた。5月28日、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、決勝では116分にコケとの交代で出場した。2017-18シーズンからは、ピボーテのレギュラー格として多くの出場機会を得ていた。2020年10月5日、アーセナル FC が契約解除金を リーガでふトボールプロフェッショナルへ予託する形で契約解除条項を行使しアトレティコとの契約を解消した上でアーセナルへの完全移籍が発表された背番号は18番この際タイトルよりも高額な給料を優先して移籍したと見られたことやアトレティコに対して不意打ちのような形で移籍史上最終日に契約解除したことなどから SNS 上で アトレティコファンから厳しい批判を受けた。同年10月17日、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC 戦において途中出場し、アーセナル選手として公式戦初出場を果たした。2016年6月5日に行われたアフリカネーションズカップ2017予選のモーリシャス代表戦で80分にフランク・アチェンポンとの交代で代表初出場。 2017年9月1日の 2018FIFA ワールドカップアフリカ予選の今後共和国戦で代表初得点を挙げた。続く9月5日のアウェイでの今後共和国戦ではハットトリックを達成した。ありがとうございます。